とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、タワーの攻略、やっていきましょうか。タワーが、まだね、一回も行ってないんだよね。行ってみようと思います。で、なんか、タワーは、自分のパワーに合った、報酬がもらえるみたいなので、一応ね、パワーを極限まで上げてます。260まで上げてます。ならば多分260プラス1の装備がもらえるっていうことかな？わかんないけど。まあ、とりあえず、今装備してるものはタワー内では、装備できないっぽいので、このまんま行ってみましょう。難しいかな？では、最初はこんな感じなんだよな。剣に傭兵のアーマー、弓、HP1191 だよ。うん。あ、エンチャントは、ついてるけど、エンチャントポイントがないから無理なのか。せめて雪玉だけでもつけていきたかったな。これがね、30回まであるっていうことだから、ちょっと、おい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 、これマジか。よし、 OKOKOK、 いけてるよ。なるほど、敵を完全に倒さないとここは開かないんだね。お、なんか増えた。次5階です。装備が星なき夜になりました。あ、ちょっと待って、エンチャントつけとこう。ガードストライクかな。うん、ガードストライクに、鋭利でさらに攻撃力アップさせとこうか。うん、これで、行ってみましょう。おいっと、あー、ちょっと星なきより失敗したかも。うん。これは、ちょっと失敗したかな。おっしゃ。これ、キノコないと、こんな感じだったね、そういや。オッケーオッケー。場所選んで戦えば、全然いけるわ。よっしゃ。おいおいおい。よっしゃー。とりあえずガードストライクを、うまいこと使って、行きましょう。よし、オッケー。よっしゃー。いった、オッケー。なかなかね、面白い。初期装備っていうのが本当面白いね。10回来ました。10回。こんな感じ。ゴーレム、バジネスと花火です。花火はね、あんまりダメージ与えれないから、これ失敗だった。花火はあんま良くない。できればキノコが出てほしいんだけどね。キノコ出てない。で、星なき夜が90まで、パワーアップしました。ガードストライクとエイリー。つけてます。強化メールだね。変更がついてる感じです。どうでしょうか？ボスってなんだろう？え、こいつ？違うな。なんだ？ん？あ、出た！大釜か！まあ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 。いける。大釜ぐらいだったら、全然、勝てるわ。いやー、でも、こんな強かったね。大釜は強かったんだ。でも大丈夫。あ、やっぱね、ゴーレムは絶対入れるべき。ゴーレムむちゃくちゃ役に立つ。最高やね。ゴーレム絶対入れたがいい。うん、もういいタンクになってくれるよ。よし、10回クリアです。一応順調には来てますね。15階です。ようやく真ん中か。ちょっと戦いにくい場所なんかもあったりして。うん。若干苦戦す、いや、苦戦はまだしないね。全く苦戦せずに、わー！ここまでは来てるけども。やばい、なんかちょっと、HP が、多めにいつもより減ってる。やっぱ危ねえ！やっぱ急なね、
クリーパーには要注意していかないといけない。いないかな。で、結構ね、なんかこうアイテムとかをよく使っていった方が良さそう。うん、なんかうまいこと使っていくといい感じだわ。オッケー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 。普通にねゴリ押しで行こうとするとやっぱちょっとね無茶する場所があんのよね。なんでそういうところは、あ、オッケーオッケー、うまいこと道具なんかを使ったりしていけば良さそうです。15回クリアで、次が20回ボスだね。さっきが大釜だったから、今回は、なんでしょう。ちょっとゴーレムちゃんのね、HP が減りすぎてるからね。そこ気になるんだよな。ゴーレムの HP が気になる。何が出る？なあ、こいつか。嫌いだな。よし、OK。OK、OK、OK。待て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 。やばい！むずそれでは20回のボス再挑戦です。装備こんな感じにしてます。誕生と終焉だね。輝きと重力アイテムボーナス入れてます。輝き入ってるから、まあ、回復はぼちぼちできるんだよね。そしてミステリーアーマーポーションバリアつけてます。で、帯電だね。で、アーティファクトはゴーレム、守護のトーテム、愛のメダルです。やべ！うわわわ！もう！最悪！最悪だわ。また最初からでしょ？バリアがさ、バリアがうまいことこう、機能してないよね。バリアの内側に敵が湧いちゃうから、あそこだな、難しいのは。あそこ難しいな。なんとかしたいところ。 OK、 あー、愛のメダルで操作してるあいつをなんとか敵にぶつけたいのよね。 OK、 ちょっと逃げよう。危ねえ、逃げる逃げる危ねえ、あいつあいつにやろ、腹立つわこいつ。よし、 OK、 いいよいいよ。あ、いいねいいね、いい感じ。おっしゃ倒した。 OKOKOK、 ちょっと待って待って、 お前ら来んな来んな来んなって、卑怯やぞお前たち、来んなって。よしおっしゃ、アホかお前たち、倒しました。ついにボス倒した。いけたね。それでは25回まで来ました。21回からが難しい。もうなんだろう、20回過ぎたらもう別世界よ。めちゃくちゃ難しいです。で、ちなみに今装備は、両刃斧のですね、衝撃波と吸血が入ってるんで、まあ、そこそこ生存率は高いです。で、狼のアーマー、ポーションバリアと防護だね。弓は乱射のクロスボウ。で、ゴーレムキット、愛のメダル、弱体化のドラです。どんなところだろう。怖えな。基本、ゴーレムに先行してもらえれば、いけないこともないのよ、どこでも。でも、敵次第なんだよね、これ。本当に。よし、OK、愛のメダルとかとうまいこと合わせて使っていって倒したいところ。 OKOKOK、 よし、エンダーマン太いな。あっぶね、ちょっと待て、ちょっ、あ、そうか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 、ドラがあったんだ、忘れてた、ドラの存在を忘れてた。だってまあ仕方ないよ。ドラ今入手したからね。今入手したんで。そりゃ存在忘れますわ。でもって、
こっからはちょっと雑魚が続く感じか。おお、危ねえ。待って、うわあ、なんかいる。ちょっとやだな、ちょっとやだ。ゴーレム行って。あー、でもゴーレムやられるな。よし、いいぞ。俺もポーションバリアつけて。おい、ガストいるんかい、ここ。マジか。ちょっと、回復しよう。よっしゃ。どこ？あ、いた。いけ。オーケー、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 いった。よし。終わりだ。待て。お前、待て。クリアです。よし、30回まで行くぞ。ラスト、30回。ボス行きましょう。何が出る？ボス。誰？最後誰だ？めちゃくちゃ気になるけど、まあ、ドラがあるから、そこそこやれるちゃ思う。あー！お前か！待って、俺、ドラ使ったのこれミスったな。やばい！やっべ！あっぶね！ちょっと待て！お前ら、しょーっと。調子乗んなよ。よし、オッケー。ダメージ入る。オッケー。オッケー、いい感じよ。あー、待て。やっべ。これは完全にやばいやつ。あ、やっべ。完全にやばい。ほんと完全にやばい。ちょっと待て。一回回復しよう。回復、回復。で、愛のメダルであいつらを、こっちのものにして、で、一気に叩く。よし、行くぞ！ OK！ 意外とね、この毒がめちゃくちゃきついんだよね。よし、OK！ こいつら先、あー、ゴリさん来た！マジか！やだなー、ゴリさん嫌だな。愛のメダル効かんもんな。これきついな。こいつきついな。まあ、とにかくに逃げ回るしかねえな、今のところは。これきつい。愛のメダル効けばいいけどね、効かんのよこいつは。いけ！いけ！オッケー！できる限りゴリさんを多めに倒せ。オッケーオッケー！爆発でダメージ与えた。おし！いけるぞいけるぞ！押せ押せ！このまま押せ、落ち切れば。いける！よっしゃ！押した！倒した！30回。完全攻略。いけました。最後きついね。よし、あ、選べるのね。でも、あ、263だ。263だけども、いらねえな。でも、スライサーは素晴らしい攻撃力だね。あの連射力で、一発90万ってすごい。うん。防具も、300万超える。あ、まあ、これ、まあ、クールダウン2だけど、まあ、いらないな。まあ、いいか。とりあえず、これでいいわ。はい。ということで、タワー、完全攻略、いけました。タワーは確か1週間で変わるんだよね。1週間で、中身が交代するみたいなんで、また楽しみだね。で、あ、何回もいけるんだ。タワー何回もいけるんだ。あ、これいいぞ、それならば。ね、263の装備がいっぱい手に入るっていうことだから、タワーはこれはめちゃくちゃいい。はい、ということで、今日はタワー攻略しました。クリアまでにね、3時間ちょっとかな？ 3 時間ちょっとかかってしまいましたけども、まあ、いけました。まあ、
細かい攻略の方法なんかを、ちょっと出していきますので、チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。